直角三角形の斜辺が10センチ、角度は45度とします。この場合の高さをそろばんで計算してみます。これ直角三角形の場合、1対ルート2の関係にありますから、10センチかけるルート2分の1、ルート2分の10を計算します。ルート2は一よ一よで約1.414とします。では計算してみます。10割る1.414、10の中には7個ぐらいですか。1.4は10から引いていきます。7、1が7、7、28、7、1が7、7、28、約7センチです。小数まで計算するとしたら、これ0.102余りましたから、これはさらに1.414で割るので、7.07ぐらいになりますかな。7、1が7、7、28、7、1が7と引いていって、約7.07センチということになります。7.07、これ実は掛け算でも求まります。ルート2分の10は2分の10ルート2とみなせます。したがって5ルート2ですから、1.414を5倍すれば7.07になります。